揚げ帽子今から5年前のことだその当時僕は小学6年生の12歳だった夏休みに入る少し前ちょうど梅雨明けの時期だったと思う日曜日の午後僕は仲のいい同級生ら数人と遊んでいたが ふと思いついて、自分たちが通っている小学校へ行こうということになった。なぜわざわざ日曜にまで学校へ行こうと思ったのか、理由はよく覚えていない。ただなんとなく、暇つぶしに、というぐらいの感じだった。それぞれ自分が愛用する自転車にまたがり、僕たちは一路小学校を目指した。 ジメジメした梅雨も抜けて夏の眩しい日差しが路上に鮮やかな木漏れ日を作っていた。もうすぐ待ちわびた夏休みがやってくる。そんなうわついた気分もあったと思う。乾いた風に背中を押されペダルをこぐ足も軽やかだった。 小学校の門前に自転車を止め、僕たちは校門を乗り越え校庭に入った。当たり前といえば当たり前だが、日曜の学校に人影はない。木造二階建ての古い校舎は、ひどくがらんとして、なんだか打ち捨てられた廃墟のように思えた。窓から覗き込んだ一階の教室は理科室だ。 脳みそを半分剥き出しにしたマネキンが黒板の傍らに黙って突っ立っている。鍵付きの棚には解剖したカエルやヘビを薬品漬けにした透明な容器が日の差さない暗がりの奥で時間が停止したように整然と並べられていた。誰もいない校舎とはなぜこんなに不気味に感じられるのだろう。 校舎が抱えている巨大な空っぽが、こちらの心にもじわじわと侵食してくるようで、僕はどうにも足元の定まらない不安を覚えた。おい、早く行こうぜ。そう後ろから声をかけてきたのは、同級生のゆうたくんだった。クラスのリーダー的存在で、 成績優秀で運動神経もいい。その上顔も整っているので女子の間では人気があった。僕が密かに片思いしているさゆりちゃんも彼のことが好きだという噂だ。大きな病院の院長の息子で本人も将来は医者になるのだという。何もかもが、 自分なんかとは違う。僕はそんな彼をいつも羨望の眼差しで見ていた。しかし彼は自分の優れた点を決して鼻にかけることもなく、誰に対しても公平で親切で、それがまた僕の劣等感を募らせるのだった。ゆうたくんに促され、 校舎の窓を覗き込んでいた僕は、みんなのもとへ駆け出した。誰かが持ってきたサッカーボールを蹴ってグラウンドを駆け回り、それが飽きると遊具によじ登ったりして遊んでいるうちに、だんだん夕暮れが近づいてきた。校舎の時計が、六時を刺そうとしている。この時期は日が長いが、そろそろ帰らないと、 親に叱られるだろう。しかし、校門の前に止めた自転車のところまで来たはいいが、なぜか妙に名残惜しく、みんなその場にとどまって、だらだらとおしゃべりをしている。夕焼けが空を赤く染めて、なんとなくそれを見上げていたとき、僕は、ふと、 校舎の屋上に何か動くものがあるのに気づいた。人影だった。古い木造の校舎は三角屋根になっている。普通ならそんなところに人が登れるはずがない。 しかしその屋上に誰かがいて三角屋根の向こうから辺りをうかがうように上半身を乗り出しているのだ僕はその人影を凝視した人影は真っ黒だった校門から校舎まで五十メートルもない距離である夕暮れとはいえ外はまだ明るい なので、校舎の屋上にいる人物の特徴や服の色ぐらいはわかりそうなものだ。それが、顔も胴体も腕も、屋根の向こうから見えている部分はすべて真っ黒なのだ。まるで空間を人の形に切り抜いて、そこだけ墨で塗りつぶしたみたいに。 影帽子という言葉が不意に頭に浮かんだ。影帽子はあたりをキョロキョロと見回していたが、僕の視線に気づいたように顔をいきなりこちらに向けた。目があった、と思った。顔のないのっぺら帽の影帽子の視線がどうしてわかるのか。 だが、その時直感的に、僕は影帽子とはっきり目があったと確信したのだ。影帽子を見つめたまま、僕は硬直して動けなかった。何かとても嫌なものと遭遇してしまった。そんな気がして、足元から震えが這い上がってくる。影帽子が、 三角屋根の向こうから、ずずーっと、身を乗り出そうとする。その時突然、傍らで名前を呼ばれ、僕ははっと我に帰った。ゆうたくんが、こちらにけげんそうな目を向けている。何ぼんやりしてるんだ。 早く帰ろうぜ。見ると、みんなが自転車にまたがって走り出そうとするところだった。僕はもう一度校舎の屋上を振り返った。その視線に気づいたゆうたくんが同じく屋上を見上げる。だがその時にはもう影帽子の姿はなかった。どうかしたか ゆうたくんの問いに僕はいや何でもないと曖昧な返事をした彼は少し首をかしげたが特にそれ以上は追求してこなかったいい加減腹減ったよ笑いながら自転車をこぎ出す彼の後ろに続いて僕も出発する 一度だけ振り返ったが校舎は暮れゆく夕闇の奥に大きな影となって遠ざかるだけだったアパートに帰ると母が台所に立っていた「おかえりなさい今ご飯作るからお風呂を洗ってくれる?」 僕は頷くと、そのまま風呂場へ行って掃除を始めた。この小さなアパートの2階で、僕は母と二人で暮らしている。父はいない。僕が4歳の頃、交通事故に遭って亡くなってしまった。それ以来、母は女で一つで僕を育てるために、 町の工場で働いているのだった。母と二人で夕飯を囲みながら、僕は今日あった出来事を報告する。ゆうたくんたち同級生と小学校へ行って遊んだことを話すと、母は楽しそうにそれを聞いてくれた。あの影帽子のことは黙っていた。 母と二人きりで暮らす僕にとって何よりも大切なのは母に心配をかけないことだったからその翌日のことだ学校が終わって同級生たち数人と喋りながら帰った途中で一人二人と別れ一人きりになった アパートまであと数百メートルという距離で僕は思わず立ち止まった道の向こうの電信柱の影そこに誰かが立ってこちらを覗き込んでいるあの影帽子だ昨日小学校の屋上にいたやつに違いない 空間を人の形に切り抜いて、墨で塗りつぶしたみたいな、のっぺりとした真っ黒な影帽子。それが今、電信柱の影に隠れて、僕の様子をうかがっているのだ。声にならない、小さな悲鳴が口から漏れた、 足がすくんで震える。あいつが何者かはわからない。だが、こうしてわざわざ帰り道の途中に現れたということは、僕を待ち伏せしていたとしか思えなかった。ずずっと、電信柱の影から、影帽子がゆっくり這い出そうとする。 それを合図に、僕は回れ右をすると、ダットのごとく駆け出した。しばらく走って途中で左に折れ、さっき別れたばかりの同級生の背中を追い越し、できるだけ遠回りをしてアパートへ帰った。途中で何度か休みながらもずっと走ってきたので、 到着する頃には全身から滝のような汗が流れていたランドセルのポケットから鍵を取り出し急いでドアを開けて中へ滑り込むしっかりと鍵を閉めそれから台所の窓を開けて外の様子をうかがったアパートの正面は 駐車場になっている。見渡す限り、あの影帽子の姿は見当たらなかった。とりあえず、ホットアンドした。しかし、あの影帽子が一体何のために僕の前に現れたのか、その理由がわからず、不安が募るばかりだった。 部屋の天井にわだかまる暗い影が僕を押しつぶそうと背中にのしかかってくるように思えた。その翌日も、そのまた翌日も、影帽子は僕の前に現れた。投稿の途中の空き地で、休み時間の校庭の片隅で、 帰宅する途中の路地裏で、影帽子は物陰に隠れるようにひっそりと佇んでいた。不思議なのは、僕以外の誰にも影帽子の存在が見えていないらしいことだった。影帽子の横を通り過ぎても、その気配にすら気づかないのだ。 どういう理屈でそうなるのかわからない。だが僕にだけ見えていることは確かだ。あるいはこれは僕の幻覚や妄想の類いなのだろうか。しかし仮にそうだとしても、あの影帽子に感じる忌まわしさや恐れの感情は本物だった。そして悪いことに、 影帽子の出現する場所が、だんだんと僕に近づきつつあった。この前までそれなりに離れていた距離が、日を追うごとに近くなり、つい昨日は、とうとうわずか二、三メートルほどのところに現れた。次はきっと、僕のすぐ目の前に現れるに違いない。 そしてその時こそ何か決定的に恐ろしいことが起こるような気がしてならなかったその日は1学期最後の登校日だった体育館で校長の長ったらしい訓示と終業式を終え教室に戻って担任教師から 夏休みの注意事項を聞かされ、通知表を受け取り、僕たちは解散した。帰宅する途中、あの影帽子は現れなかった。アパートに帰ってドアに鍵を閉め、母が作り置いてくれた昼食を冷蔵庫から取り出す。どこかで、 セミの声がうるさく鳴いている。あの影帽子が忍び込んでくるかもしれないので、窓は閉め切っていた。仕方なく冷房を稼働させる。普段は電気代節約のためにあまり使わないのだが、ここ最近の夏は殺人的な暑さだ。 締め切ったままの蒸し風呂状態の部屋で帰宅した母が見つけたのが熱中症で意識不明の息子だったらシャレにならない。せっかくの夏休みが始まったというのに心は全く晴れなかった。それもすべてあの影帽師のせいだ。僕は ぶつけどころのない苛立ちを覚えていた。このところ、僕は外出するのをなるべく控えている。どこであの影帽子が待ち伏せしているかわからない。あいつがいる限り、僕の自由は奪われたままなのだ。仕方なく日課の風呂掃除を終え、それから夏休みの宿題に取り掛かった。 やがて勉強にも飽きて、畳の上に大の字に寝転がる。どこか遠くで雷鳴がとどろいて、通り雨が屋根を叩く。その音に意味もなく耳を傾けるうちに、僕はいつしか、まどろみの中に落ちていた。 ふと、目を覚ますと、夕暮れが窓を赤く染めていた。雷雲は通り過ぎたようだった。カラスの騒がしい鳴き声が頭上遠ざかってゆく。部屋の中でぼーっとしていると、やがて買い物袋を下げた母が帰ってきた。遅くなってごめんなさいね。 今、夕飯作るから。別にお腹減ってないから慌てなくていいよ。僕はそう言って母に通知表を渡す。国語の成績が少し上がった。算数は相変わらず苦手のままだ。それでもクラスの中で成績はそう悪い方ではない。母は、 頑張ったわね、と、褒めてくれた。あら、お醤油買ってくるの忘れたわ。悪いけど、お使いに行ってきてくれる台所のテーブルの上で、買い物袋から商品を取り出していた母が、僕を振り向いて言った。僕は一瞬躊躇したが、 断る言い訳が見つからなかった。仕方なく頷いて財布を受け取る。きっとあの影帽子がどこかで僕を待ち受けているだろう。行ってきます。と言って玄関のドアを閉めながら、台所に立つ母の後ろ姿をそっと目に焼き付ける。 ひょっとすると、これが最後のお別れになるかもしれない、と思いながら。夕立が通り過ぎた後の焼けたアスファルトが急激に冷やされた独特の匂いが、あたりに立ち込めていた。昼間の暑さはすっかり和らいでいる。 遠く町の彼方は夕焼けの茜色に染まって暗くなり始めた空に星がいくつか瞬いていた通り過ぎる誰もが家路を急いでいる近くのスーパーで醤油を買って買い物袋を手に足早に歩いたあたりを警戒しつつ見回したが あの影帽子の姿はない。僕は少しほっとした。帰り道の途中、幼児を肩車した男性とすれ違った。きっと親子だろう。死んだ父のことはよく覚えている。あんな風に肩車されたこともたびたびだった。 背中の大きな優しい父だった。トラックの運転手をしていた。荷物の配送中、大型トレーラーとの事故に巻き込まれ、そのまま帰らぬ人となった。なぜ父が突然いなくなったのか、その頃の僕にはまだ理解できなかった。 寂しくないと言えば嘘になる。だが、そんなことを口にしても、母を困らせるだけだ。仕方のないことなのだ。そう自分に言い聞かせたが、それでも胸の奥に残る理不尽だという思いは拭いきれない。仕事に疲れて帰ってくる母を見るたび、 父が生きていてくれたらと思ってしまう。暮らしは決して楽とは言えない。母は何も言わないが、生活に苦労しているのは子供ながらに察せられた。最近母の頭に急に白髪が増えたような気がする。申し訳ないと思う。まだ子供の自分は、 母を助けて働くことさえできないのだ。もしもこの世界に神様がいるなら、なぜ自分と母から父を取り上げたのだろう。あまりに不公平ではないかと思った。世の中には全てを手にして満たされているものもいるというのに。そう。あの、 ゆうたくんのように。物思いにふけって歩いていたのが、いけなかった。それまで気を張っていたのに、完全に隙だらけになっていた。だから、そこをつけ込まれたに違いない。背後に、 人の立つ気配があった。背筋が泡立つ。はっとして振り返った時には、もう遅い。影帽子が僕の目の前に立っていた。背丈は僕とそれほど変わらない。空間を人の形に切り取って、 墨で塗りつぶしたような真っ黒な影。顔のないのっぺらぼう。それでいてそのたたずまいには、確かな意志のありかを感じさせる。この頃には僕はもう、この影帽子が何を求めて現れるのか、おおよその見当がついていた。しかし、それがわかったところで、 今さらどうしようもない悲鳴を上げようとしたが声が出なかった金縛りにあったように身動き一つ取れない目をそらすこともできず視線はのっぺらぼうの黒い顔に釘付けになっている影帽子の右腕が音もなくスッと と上がった。その指先がゆっくりと伸ばされる。そして僕の胸元に今にも触れようとした。その時、背後から僕の名前を呼ぶ大声が響いた。僕は弾かれたように我に返った。足腰の力が一気に抜けて、 その場にストンと尻餅をつく。振り返ると、自転車に乗ったゆうたくんが駆けつけるところだった。おい、大丈夫か僕の傍らに自転車を止めて叫ぶようにそう尋ねる。言葉の出ないまま、僕は何度かガクガクとうなずいた。そして、 慌てて正面を振り返る。しかし、あの影帽子の姿は、どこにも見当たらなかった。さっきの真っ黒い奴は、どこへ行ったんだあぜんとした様子で、ゆうたくんが辺りを見回す。君にも、見えたのか 腰が抜けて立てないまま、ゆうたくんにそう尋ねると、彼は青ざめたような表情でうなずいた。さっきお前の目の前にいた変な黒いやつのことか。なんか知らないけど、やばいと思って大声を出したんだ。僕は思わず安堵のため息をこぼした。 今まで確信が持てなかったが、ゆうたくんにも見えたということは、あの影帽子は、やはり自分にだけ見える幻覚や妄想の類ではないのだ。とりあえず僕は、命拾いしたようだった。右手は買い物袋の持ち手を掴んだまま、醤油のペットボトルが地面の上を左右に転がっている。 それを見ているうちに、不意に現実感が戻ってくるように思えた。それにしても、どうして君がここに足の震えをこらえつつ何とか立ち上がると、僕は命の恩人であるゆうたくんに尋ねた。塾の帰りだよ。たまたま通りかかっただけだ。 おかげで助かった。ありがとう。礼を言う僕に、ゆうたくんは怪しげな目を向けた。お前、最近なんか様子が変だったけど、ひょっとしてさっきの黒い奴が関係してるのか僕は少しためらった後、無言で頷いた。 何なんだあの黒いやつ。わからない。けど僕は、影帽子って呼んでる。影帽子か。確かにぴったりのネーミングだな。そう言ってゆうたくんは、なぜか不敵な笑みを浮かべた。ここ最近、あの影帽子にずっと付きまとわれてるんだ。 この前小学校にみんなで遊びに行った時から、詳しく話してみろよ。俺にできることなら協力する。ゆうたくんがそう強く断言する。その言葉に僕はなんだか救われるような思いがした。ありがとう。でも母さんが心配してるから早く帰らないと。 僕は礼を言うと、こう続けた。明日詳しく話すよ。それでいいゆうたくんがうなずいた。わかった。明日の午前中は用事があるから、午後の二時に、俺の家で待ってる。そう約束して、 僕たちはその場で別れた遠く町の向こうに夕日が沈みかけている路上にわだかまる暗い影が徐々に闇へと変貌しようとしていたその闇の奥であの影帽子が息を潜めこちらを伺っているかもしれないそう思うと さっきの恐怖が体の震えとともによみがえって、僕は走って家路を急いだのだった。その翌日の午後2時少し前、僕はゆうたくんの家を訪れた。広い庭を持つ2階建ての立派な邸宅だった。 駐車場には高級車が2台も止まっている。ゆうたくんの父親は大きな病院の院長で、この町の名士だ。代々医者の家系らしく、ゆうたくんの2人の兄も医者の卵だという。ゆうたくん自身も将来は医者を目指している。 監視カメラの無機質な視線を感じつつ、玄関のチャイムを鳴らすと、ゆうたくんは待ってましたとばかりに出迎えてくれた。まっすぐな長い廊下、高い天井、広いリビング、ふかふかのソファーに大きなテレビ、最新のゲーム機。ゆうたくんの家を訪れるのはこれが初めてではないが、 来るたびにそうしたものすべてが僕には眩しく感じられ、どうしても決して裕福とは言えない自分の生活と比べてしまうのだった。二階のゆうたくんの部屋に通されるフローリングの床の八畳ぐらいありそうな広い部屋だ。学習机にベッド、 参考書の他にたくさんの漫画が詰まった本棚、最新のタブレット端末まである。水色のワンピースに身を包んだ彼の母親がお菓子やジュースを運んできてくれた。まるでモデルみたいに綺麗な人でちょっと気取った歩き方をする。僕は自分の母の白髪交じりの頭や、 荒れた手を思い出した。ふと、部屋の正面の窓から、ベランダ越しに外へ目を向ける。門のところにちらりと黒い人影が見えた。あいつだ。あの影帽子だ。きっと僕を追ってきたのだろう。おそらくこの家から出てくるのを。 待ち構える気に違いない。ゆうたくんの母親が部屋を出ていくと、彼は早速身を乗り出して、あの影帽子について尋ねてきた。僕はこれまでの経緯をすべて話した。小学校の屋上にあの影帽子を見つけたことから、それ以来ずっと とやと奴に付きまとわれていること、そのためにろくに外出もできなくなったこと、ゆうたくんはそれを好奇と恐れの入り混じったような表情でじっと黙って聞いていた。一つ疑問なんだけど、僕が一通り話し終えると、ゆうたくんがそう切り出した。 あの影帽子は一体何の目的でお前にまとわりついてるんだ当然の疑問だ。それに対して僕はある仮説を立てていた。あくまで推測だけど多分自分の実体が欲しいんだと思う。どういう意味だ そのままの意味だよ。影帽子はあくまで影だから自分の体を持ってない。自分にないものを欲しがるのは多分人間も化け物も同じだ。つまりあの影帽子はお前の体を乗っ取ろうとしてるってことか。ゆうたくんの問いに僕は頷く、彼は 嫌悪感をあらわにしたそれは何というかすごく気持ち悪いなまったくだ彼の率直な感想に僕は心から同意したでどうすればいいどうにかして あいつをやっつけたり追い払ったりできないのかなゆうたくんが腕を組んで考え込む。その顔には真剣に僕の身を案じる表情があった。彼は困っている人を見ると黙っていられない性格だ。きっと根が善人なのだろう。そして実際に行動力がある。それがゆうたくんが みんなから信頼され、リーダー的な存在になっている理由だった。さゆりちゃんが彼を好きになったのも、きっとそんなところに惹かれたに違いない。何しろ実体を持たない影帽子だからね。殴ったり蹴ったりしても無駄だろう。多分、刃物で刺しても死なないと思う。 ゆうたくんの問いに僕は肩をすくめるような仕草をして答えた。じゃあどうするやっぱりお札とかお経とかが効くのかなわからないけど、お坊さんの知り合いなんていないよ。僕は頭を横に振る。ゆうたくんは天井を仰いでうなった。 じゃあ、どうすりゃいいんだ。少し間を置いて、僕は自分の考えを口にした。あの影帽子を見てて気づいたことがあるんだけど。何ゆうたくんが顔をこちらに向ける。 僕はあいつに外でしか出くわさないんだ。学校とかアパートとか建物に入ってきたことは一度もない。どういうことだあいつは実体を持たない影帽子だ。だから物を触ったり掴んだりすることができない。ドアノブも回せないし窓を開けることもできない。 つまり、建物の中に入れない。ゆうたくんが何事かに、はっと気づいた表情をした。それって逆に言えば、あの影帽子を建物の中に閉じ込めてしまえば、外に出られないってことじゃないか僕は頷いた。その通り。 実際にやってみなくちゃわからないけど、多分間違ってはいないはずだ。なるほど。よく気づいたな。ゆうたくんが感心したようにつぶやく、しかしそれはすぐ疑問に変わった。でも、一体どこに閉じ込めるんだそんな都合のいい建物なんて、 この近くにあったっけあるさ。僕は二つ返事で断言した。三丁目の路地裏を入ったところに、幽霊屋敷があるじゃないか。ああと言って、ゆうたくんが自分の膝をパチンと叩いた。その幽霊屋敷は、 僕たちの通う小学校から少し離れたところにある。洋風のモダンな家で赤茶けたレンガの壁に三角屋根、煙突があって周囲は高い壁に囲まれている。屋敷の広い敷地は伸びきった草木で覆われ荒廃するに任せるままだ。噂によると この屋敷は昔、とある作家が住んでいたという。いつ頃からか小説が書けなくなり、ノイローゼになった挙句、ついには妻子を道連れに自殺してしまった。それ以来、真夜中になると、作家と妻子の幽霊が現れ、屋敷の中をさまようのだそうだ。 今思えば、子供騙しのありきたりな階段だが、小学生の僕たちには、格好の好奇心の的だった。管理者がいないのか、門や玄関は施錠されておらず、僕もゆうたくんら同級生たちと、幾度となく忍び込んだことがある。もっとも、期待したような怪奇現象は、 一切起こらなかったが。しかし、それが学校にばれて、幽霊屋敷に立ち入ることは禁止されてしまった。法律的には無断侵入ということになるし、事故の危険もあるから、当然といえば当然だろう。影帽子を何とかおびき寄せて、 あの幽霊屋敷に閉じ込めてしまえないかな僕がそう言うと、ゆうたくんは顎に指を当てて考え込んだ。確かにあの幽霊屋敷なら閉じ込めるのにうってつけだな。でも、その後はどうする幽霊屋敷に忍び込んで探検する子供は他にもいるだろう。 学校に禁止されたからといって、はいそうですかと従う子ばかりではない。だからせっかく閉じ込めても、そういう連中が部屋のドアを開けて、影帽子を逃がしてしまう可能性はある。僕は頭を横に振って答えた。わからない。でも、影帽子を閉じ込めさえすれば、 とりあえずの危険は避けられると思う。あとのことはそれからじっくり考えよう。なるほど。で、いつやるんだ何を影帽子を幽霊屋敷に閉じ込めるって話さ。これからだよ。これから驚くゆうたくんに、 僕は背中越しに窓の外を親指で差し示した。さっき、門のところに影帽子の姿を見つけた。きっと僕がこの家から出てくるのを待ち構えているはずだ。影帽子は寝室鬼没だ。今日はうまく買わせたとしても、明日はどうなるかわからない。できるだけ早いうちに、 決着をつけねばならなかったごちそうさまお菓子おいしかったよ僕は立ち上がった壁の時計がそろそろ4時をさそうとしていたそういうことだからもし僕がいなくなったらあいつから逃げきれなかったんだと思ってくれ 俺も一緒に行くよ。どうして危険だからやめた方がいいよ。友達だろ一人より二人の方がいい。大丈夫。何とかなるさ。ゆうたくんが立ち上がって笑顔を向ける。僕はうっかり泣きそうになるのをこらえ。 こう言った。ありがとう。ほんと言うと、一人で行くのは怖かったんだ。君が一緒に来てくれるなら心強いよ。ゆうたくんの家を出て、門のところであたりを見回す。影帽子の姿はなかった。ゆうたくんが一緒なので、 警戒しているのかもしれない。奴は必ず、僕が一人の時を狙って現れる。いないな。ゆうたくんが周囲を睨みながら言った。多分どこかに隠れてるんだ。僕たちの後をこっそりつけてくるよ。わかった。じゃあ。 奴つがついてこれるように、ゆっくり行こう。僕たちの目的は、影帽子を幽霊屋敷におびき寄せることだ。それぞれ自転車にまたがると、普段より遅いスピードで走り出した。小学校の前を通り過ぎ、路地を幾度となく曲がって、 幽霊屋敷にたどり着いたのは、それから間もなくのことだった。僕とゆうたくんは、その門前に自転車を止めた。幽霊屋敷は、そこだけ時間が止まったように、ひっそりと佇んでいた。地面から伸びたツタが壁を覆い、窓枠を埋め尽くしている。 あれではいざというとき、窓から脱出するのは不可能だろう。ペンペングサが三角屋根のあちこちに生え、煙突の先端には真っ黒なカラスが一羽。まるで自分がここの主であるかのようにとどまっていた。周囲に人影はない。空はいつの間にか色を失い。 西に傾いた太陽が一日の終わりを告げつつある。日暮らしの鳴く声が辺りに響いていた。陰鬱でどこか物悲しいような気配が僕たちを押しつもうとしている。辺りを見回すと、十メートルほど離れた先の 飛び出し注意と書かれた縦看板の陰にひょっこりと頭を覗かせるものがあった影帽子だ。あの影帽子が縦看板に半身を隠してこちらをじっと見ている。ゆうたくんもそれに気づいたようで。 僕たちは無言のまま互いに頷き合った。こちらの目論み通り、奴はこっそり後をつけてきたようだった。黒い門扉は塗装が剥がれ、赤錆が浮いている。ちょっと力を込めるとかすかな金属音を響かせ、何の抵抗もなく開いた。 影帽子が入ってこれるよう、門扉は開けたままにして、僕たちは玄関へと続く石畳の小道を進んだ。玄関扉の取っ手に手をかける。表面に薄く彫刻が施された、重々しい扉だ。思い切って手前に引くと、これも、 きーという嫌な響きを立てて開いた玄関扉を開けたまま僕たちは屋敷の中へと滑り込む管理人がいないのか門も玄関も全く施錠されていない学校に禁止されるまで 僕たちは何度もこの屋敷に忍び込み内部を探検した。なので、どこにどんな部屋があるか構造はきちんと把握している。僕たちは靴を履いたまま正面の廊下を進んだ。そして角のところで立ち止まる。しばらく待ったが影帽子はなかなか姿を現さなかった。 罠だと感づかれたろうか。しかし、僕たちには、これ以外に方法がないのだ。じりじりしながら待っていると、やがて、開きっぱなしの玄関先に、黒い人影が、ヌーっと、音もなく現れた。 影帽子がこちらに顔を向け、にやりと笑った気がした。背筋がぞわりと泡立つ。よし、行こう。震える足で、僕たちはさらに廊下の先へと進む。この奥には、屋敷の主であった作家の書斎がある。ドアを開け、 そのまま奴が来るのを待った。夕闇が染みのように、じわじわと天井や壁に広がりつつあった。廊下の角から、その闇に同化したような影帽子が姿を現した。首筋を汗が伝って流れる。いよいよ、ここからが本番だ。 僕たちは書斎の中に入った。部屋は左右の壁に本棚があり、その中に洋書や分厚い辞典など難しそうな本がぎっしりと並んで誇りをかぶっている。両開きの窓は分厚いカーテンで遮られ、その外側をツタが覆っていた。その隙間から、 わずかな茜色の光が弱々しく差し込んでいる。窓の手前には高級そうな木材の書斎机が置かれていた。妻子を殺して自殺した作家の亡霊が今もそこに座ってうなだれているように思えた。雲の巣を払い、僕と裕太君は 書斎机の裏に身を潜めた。そこからそっと頭を出し、奴が来るのを待ち構える。影帽子は、僕たちがこの書斎に入るのを見たはずだ。ドアも開けっぱなしにしたまま、僕たちを追って、奴は必ず入ってくる。 そうして部屋の奥へとおびき寄せたら、一気に外へ飛び出して、ドアを閉めてしまう。それが僕とゆうたくんで立てた作戦だった。今まで見た限り、影帽子は素早く動けない。単純な作戦だが、うまくいけば確実に正気はあった。 机の裏側から頭を覗かせ、僕たちは息を殺して書斎のドアをじっと見つめた。気が狂いそうなほど時間が流れたように思った。やがて、影帽子がドアの向こうに姿を現した。 ずるりずるりと引きずるような奇妙な歩き方で一歩また一歩と書斎の中に入ってくる僕たちはそれを机の影に隠れてじっと見ている恐怖と緊張で全身が震える傍らにそっと目をやるとゆうたくんもこわばった顔で 恐怖に耐えている様子だった。ギリギリまで引きつけよう。僕が合図するよ。そっと小声で囁くと、ゆうたくんは、わかったと目で頷いた。夕闇が一段と濃くなった。何も聞こえない。あたりは、 浸透静まり返っている。影帽子は机の右側から回り込むように近づいてきた。僕たちは気づかれないようそっとその反対方向へと動く。よし今だタイミングを見計らい。 僕は叫ぶと同時に先に飛び出した。ゆうたくんが後に続く。勝った、と思った。完全に影帽子を出し抜いてやったのだ。そして、開いたままのドアから廊下へ出ようとする。まさにその瞬間。僕は、 急に立ち止まった。振り返ると、僕とぶつかりそうになったゆうたくんが、驚いた表情で慌てて立ち止まる。ゆうたくん、ごめん僕は叫んだ。そして、勢いよく両手を伸ばして、 ゆうたくんを突き飛ばす。あ<っ>と叫んで、ゆうたくんが背中から床に倒れた。ほこりが舞い上がって、差し込む夕日にキラキラと反射した。影帽子が机の向こうで僕たちを見ている。僕は部屋から飛び出すと、叩きつけるように ドアを閉めた。絶叫とも、悲鳴ともつかぬ、ゆうたくんの叫び声が、屋敷中に響いた。ドンッと、ドアが振動を立てたのは、飛び起きたゆうたくんが、ドアに突進してぶつかったからだ。 開けて、開けて、開けて。絶望的な悲鳴とともに、ドアノブがガチャガチャと動いたが、僕は全体重を乗せてドアを押さえつけ、絶対に開かないようにした。なんで、なんで、なんでドアの向こうで、 ゆうたくんが叫ぶ。僕にはその表情が手に取るようにわかった。突然起きた裏切りに完全にパニックに陥っているようだった。これは僕が犯した罪の告白だ。 ゆうたくんを僕の身代わりにしよう。そう思いついたのは昨夜のことだ。影帽子は人間の体を欲しがっている。あいつが他の誰にも見向きせず僕に狙いを定めたのはおそらく僕が影帽子を認識しているためだ。 それが生きている人間の体を奪う際の条件なのだろう。だがここで、ゆうたくんも影帽子が認識できるのが分かった。ということは、影帽子はゆうたくんの体を乗っ取ることもできるということではないか。僕とゆうたくんは、背格好が似ている。 夕暮れの薄暗い部屋の中なら、どちらか見分けがつかなくても不思議じゃない。部屋に閉じ込めるだけではダメなのか。影帽子は物を触れないのだから、部屋に閉じ込めてしまえば大丈夫のはずだ。そう僕の両親が囁いたが、 しかし最初にあの影帽子を見たとき、奴は学校の屋上に登っていたのだ。物を触れないと考えるのは、こちらの五人の可能性もある。ゆうたくんを身代わりにして、奴に体を乗っ取らせよう。そうすれば、僕が狙われることはないはずだ。もちろん、 それで僕の安全が保証されるという確信はない。だが、それ以外に自分の身を守る手段を思いつかなかった。ゆうたくんに影防師のことを話して、彼が手助けしたくなるよう誘導する。彼は正義感の強いまっすぐな善人だ。それはつまり、 騙しやすいということでもある。うまく誘導すればきっと協力してくれるだろう。そう思ったとき、僕の本当の計画がスタートした。我ながらひどいやつだと思う。助けてくれる友人を裏切って罠にはめるなんて。でも、 仕方ないじゃないか。僕にはこうするより他に助かる道はないんだ。もし僕に万が一のことがあったら、母さんはどう思うだろう。母さんを心配させたり、悲しませてはならない。これは僕が、絶対に踏み外してはならない鉄則だ。 ゆうたくんは三人兄弟の末っ子で、二人の兄はどちらも優秀だ。それなら一人ぐらい欠けても、きっと彼の両親の悲しみは三分の一で済むに違いない。ゆうたくんは何だって持ってる。大きな家、広い庭、金持ちの家に生まれ、 何一つ不自由せずに育った。容姿に恵まれ、成績も優秀で、スポーツ万能。僕なんかとは、全然違う。そんなにたくさん持ってるなら、その幸運の一つぐらい、僕に分けてくれたって、いいじゃないか。 それに、と、僕は思った。あのさゆりちゃんだって、ゆうたくんがいなくなったら、僕を少しは振り向いてくれるかもしれない。ゆうたくんは、絶叫しながらドアを激しく叩いていたが、 やがてその音が止んだ。代わりに部屋中を駆け回る音が聞こえる。影帽子に追いかけ回されているのだ。ゆうたくんは完全にパニックになっていた。わけのわからないことをわめき散らしている。派手な物音が断続的に響くのは、 本棚の本をぶちまけて進路を塞いだり、手当たり次第に物を投げつけているからだろう。窓はツで塞がれて飛び降りることはできない。彼に逃げ場はない。いくら暴れても、無駄な抵抗だった。 いきなり絶叫が響いた、ダンマスマのような声だった。そしてそれきり、部屋がぱったりと静かになった。不気味なほどの静けさが、あたりを満たしている。僕はドアの前から動けずにいた。思い切って中の様子を確認してみようか、そう考えたが、 実行する勇気はない。僕はやがてドアの前からそっと離れた。息を殺して耳を澄ませたが、物音一つ聞こえない。どれくらいの間、そうしていたか。 ガチャリ。金属音の響く音がした。そしてドアノブがゆっくりと静かに回り始める。僕は驚くと同時に一目散に逃げ出した。そこから現れる者の,の正体を知るのが恐ろしかったのだ。廊下を走り、 玄関を抜け、外へ飛び出す。夕日が目に眩しかった。門のところに止めた自転車にまたがり、あとは後ろを一度も振り返ることなく、僕はひたすら逃げ続けた。その日の夜はずっと上の空で、 母に体調を心配されるほどだった。眠れないまま夜が明け、朦朧とした頭で、昨日のことはすべて夢だったのではないかと思った。母と一緒に朝ごはんを食べ、仕事へ行くのを見送って、僕はアパートを出た。しばらく近所をぶらついたが、 あの影帽子が姿を現すことはなかった。夏の太陽はこんなに眩しかったろうか。そう感じるのは僕が友人を裏切った罪人だからか。そう思うと、なぜか乾いた笑いがこみ上げてきた。足元の影がまるで 鉛のように重かった。それから何日も過ぎた。ゆうたくんはどうなっただろう。生きているのか、それとも死んでしまったのか。彼の家に電話をかければわかることだが、それを確かめる勇気はない。だが、 もし死んだり行方不明になっていたらきっと今頃大騒ぎのはずだ。僕のところにも彼の家族や警察から連絡があっておかしくない。しかし彼の家族からも警察からも一向に連絡はなかった。もやもやした気持ちのまま2週間ほどが過ぎ、 夏休み最初の登校日がやってきた。教室に入ると、真ん中の後ろの方の席に、見慣れた姿があった。ゆうたくんだ。ゆうたくんが来ている。僕は思わず立ちすくんだが、恐る恐る近づいて、彼の正面に立った。 僕を見上げる顔は紛れもなくゆうたくんだった。彼は生きていたのだ。だが、その表情は影を落としたように暗く、普段の陽気さや活発さは感じられなかった。おはよう、ゆうたくん。ゆうたくんは黙って僕の顔を眺めていたが、 やがて静かな口調で挨拶を返した。おはよう。その、あれから、大丈夫だったかい。僕の問いにゆうたくんは小首をかしげたが、やがて口元に薄い笑みを浮かべた。 友達を置き去りにするなんて、ひどいじゃないか。その言葉に、僕はなんて答えればよかったのか。黙っていると、やがて教室に先生が入ってきて、僕は自分の席に戻った。午前中で学校が終わって、 気づくと、ゆうたくんの姿はなかった。その帰り道、同級生たちと別れ、一人で歩いていると、公園のベンチに腰掛けているゆうたくんを見つけた。僕は一瞬尻込みしたが、逃げても仕方がないと思い直し、勇気を出して彼に近づいた。 彼は、まるで待ち構えていたかのように、いやあ、と言って笑った、なんだか悪意があるような、嫌な笑い方だった。君はゆうたくんなのか、それとも、影帽子なのか、どっちなんだ さあね、どっちだと思う僕の問いに、ゆうたくんは小馬鹿にしたような表情で嘘吹いた。こいつはゆうたくんじゃない。その一言で、僕はそう確信した。お前は一体、何なんだ ゆうたくんの中に入り込んだ影帽子を睨みつける。奴はめんどくさそうに肩をすくめた。ただの影帽子さ。答えになってない。知るものか。俺だって自分が何者かなんてわからんよ。 気づいたらこのような存在として生まれていた。それだけだ。ゆうたくんの体に入り込んで、どうする気だ。影帽子は口の端を歪めると、僕の顔を覗き込んだ。少しは気が咎めるのか友達を裏切ったくせに。 僕は唇を噛んで押し黙った。ゆうたくんを自分の身代わりに差し出したのは事実だ。僕には影防師に対して何を主張する権利もないのだった。ようやく人間の体を手に入れたしな。とりあえずはこのまま過ごすさ。ゆうたくんの体からは出られないのか もちろん出られるとも、こいつが死ねばな。そう言ってケタケタと笑う。つまり、ゆうたくんはもう、元に戻らないのだ。俺のことは誰にも話すなよ。もっとも話したところで、信じる奴なんていないだろうけどな。 彼はベンチから立ち上がると、僕に背中を向け、歩き出した。僕はその場に立ち尽くして、遠ざかる姿を見送った。そして、それが最後になった。それから間もなく、ゆうたくんが失踪した。書き置きも何もない。 突然の失踪だ。彼は町の名医の息子なので、警察が事件、事故の両面から熱心に捜査したが、しかし、その行方はとうとうわからなかった。あれから5年が過ぎた。僕は高校生になっていた。 その間にいろいろなことが変わった。一番大きな変化は母の再婚だろう。中学二年の時だ。新しい父はお金持ちではないが、真面目な働き者で、性格も穏やかな人だ。暮らしもだいぶ楽になり、母も生活の苦労からようやく解放され、 笑顔が増えた。そして高校に入ってすぐ、僕はさゆりちゃんと付き合うことになった。初めての彼女が初恋の相手なのだ。奇跡みたいな話だ。人生がいい方向に転がっている。そんな気がした。ゆうたくんの行方は今もわからない。 きっと永遠にわからないままだろう。夏休みに入ってすぐのある日、僕はさゆりちゃんと映画を見に行った。その帰り道、賑やかな街中を歩いていると、人混みの中に奇妙な人影を見つけた。影帽子、だった。 風に流されるタコのように、ゆらゆらと、右に左に揺れながら、影帽子がこちらに向かって歩いてくる。そして僕の姿を見つけ、にやりと笑った。目も鼻も口もない、のっぺらぼうの影帽子。だがそれでも、 僕には奴が笑ったのだと、はっきりわかった。いつか、こんな日が来るような気はしていた。きっとゆうたくんは死んだのだろう。そして影帽子はゆうたくんの体を抜け出し、もう一度僕の前に現れた。おそらくは、僕の体を乗っ 取るために影帽子は人混ごみの中に隠れるように見えなくなった隣を歩いていたさゆりちゃんが急に立ち止まった僕にけげんな目を向けてくるどうかしたのいやどうもしないよ大丈夫 僕は、さゆりちゃんに笑顔を向けた。この幸せを失うわけにはいかない。僕は、友達を裏切った罪人だ。その報いはいつか受けなければならない。だがそれは、今ではないはずだった。 もう一度、誰か、身代わりを用意しよう。彼女の手を強く握りながら、そう、思った。